それに引き換え我々はどうだ。聞くかどうかもわからない薬草を詐欺まがいの文句で患者に売りつける、これは薬師の恥ではないのか。そんなことを言われてもな。あそこは何もかもが我々の店とは違うんだ。合理的で先進的で真に患者のために。黙れ、とっととこのギルドから出て行け。これは、ピエールさん、大丈夫ですか。あなたに娘を見ていただいた。ありのままを薬師ギルドで話したら、商品の薬草も営業認可証も全て没収、剥奪されました。でもギルドから追放された以上、この国では商売できません。他国へ引っ越してまた一から出直そうと思っています。私にはこの道しかありませんから。実は先日皇帝陛下にお許しいただいて新しいギルドを立ち上げたんです。もしその気があれば私を手伝っていただけませんか。準備すべてよし。トト様頑張って。さあ真相回転だ。異世界薬局との提携1号店ですって。ようこそ夜明け薬局へ。